はい、酒好きな俺の飲酒トークを始めていきたいと思います。今回は、取れたてホップの一番搾り2014年バージョンです。岩手県、遠野産ですね。アルコール度数5%で、こちら生ビールとなってます。一番搾りの取れたてホップね。2014。これ昔っていうか1年前ぐらいにあったのが、あれだったよね。仙台とかじゃなかった。さすがにやばいと思って、多分それだから売れなかったんだから、多分岩手県にしたんでしょうね。これ東日本のあれだったんですよね。前ね。だから、俺は買わなかったけど。原材料は麦芽とホップのみとなってます。なるほどね。麦の旨味を引き出す一番搾り製法と、この夏収穫したホップを凍結して香りを引き出したこの季節だけのビールです。結構あれだな。まあいいか。夏収穫したわけね。夏に収穫して、冬に飲むと。あんまり俺一番搾りは好きじゃないんだけど。一番搾りはまあ、言うて、あれですよね。今日のつまみは、お徳用20食入り、ミニラーメン、チキン味。こんな感じの。そんじゃ乾杯。甘い。甘いな。あれ、一番搾りってこんな美味しかったっけ？あ、美味しいわ。あれ、一番搾りこんな美味しかった。あれ、普通にうまいんだけど。なんていうかな、すげえホップの香りがめちゃくちゃ効いてる気がする。それに加えてちょっと甘いですね。甘い。苦くない。全然苦くない。あれ、一番搾りってこんな甘かったっけ？なんかとりあえず一番搾りって俺薄い感覚しかないんだよ。薄かった印象しかないんです。あれ？こんなうまかったかな？バカな。まあ、うまいっていうか、まあ、ホップの香りは非常に強いですね。非常にっていうか、すごい強い。ただ、苦くないんで、甘いんで、個人的にはもうちょっと苦い方がいい。かなと。いう感じでしょうか。あ、でもこのラーメンもうまいな。多分チキンラーメンよか。塩分が。抑えられてる。チキンラーメンはね、ほんと直で食うとね、多分相当しょっぱいと思う、あれは。あれはガチな話。多分相当しょっぱい。チキンラーメン。お湯入れてあのしょっぱさだからね。
まあ、うまい。うまいってよりも、ホップの香りがすごいかなという感じはするんですけど。うん。別に、味自体は別に大したことない。うん。香りはすごいですね。うん。香りがすごいんだ。うん。まあ、やっぱり一番搾りっていうだけあって、やっぱり。あれな。香りがすごいいいのかな。いや、でも俺、一番搾り薄いから嫌いなんだよな。結構ドライなんですよ。いわゆる、あれですね。一番搾りっていうと、麦が 100% ビールなわけだ。うん。でもやっぱりあれだな。苦くない。全然。そっか、一番搾りってこんな苦くなかったっけ？最近ずっとラガーばっかり飲んでたから。ほかほか。うん。コクがないですね、やっぱね。うん。香りだけだな。なんか雰囲気的にさ、一番搾りか、麦汁のみしようってさ、逆に言い換えればさ、ね。他の、例えば、スーパードライとか。あれは、いわゆる、何度も、絞ったやつを使ってるってことですよね。うん。一回目に絞、一回絞っただけじゃなくて、何度も絞ってるっていうか、なんか結局そういうことだよね。うん。まあでもやっぱスーパードライの方がうまいな。どう考えてもうまいな。どう考えてもあれだ、コクが違う。もう、こっちはさっぱりなんですよ。いわゆる。さっぱり系。まあ、香りはまあ。変わってるかもしれんけどね。うん。まあ、ただ、麦が 100% ビールなんで、飽きが来ないっていうのはありますね。さっぱりしてるんで。まあでもこの前飲んだ一番搾りプレミアムはめちゃくちゃうまかったな。あ、一般的なビールの製法は、一番搾り果汁、何や、麦汁と、二番搾り麦汁を使うみたいです。二番搾り麦汁とは、一番搾り後のもろみにお湯を注いでエキスを搾り出したもの。
なるほどね。でもさ、そういうことになるとさ、一番搾り麦汁より結局ね、いわゆるコーヒーのさ、豆だよね。コーヒーの、ドリップのコーヒー豆の、俺それを何回かこう、ね、1回だけじゃなくて2回、2回目とか、結局薄くなるわけでしょ？で、薄くなるはずなんだけど、ね、ということはこの一番搾りは濃いはずなんですよ。スーパードライとかよか。絶対。味が。濃いはずなんですけど、どう見てもコクもないんですよね。一番搾りに比べてコクもないんですよ。まあ、香りはまあ、なんか最初の3口ぐらいまではうまかったんだけど、後々なってくると全然、香りが死んでしまった気がするんだけど。俺の気のせいだろうか。結局そういうことだよね。なんでそれ、あれなんだろう。それがまずわかんないんだよ。なんで濃くないんだろうね。一番搾りって。なんで濃くないんだ。それがわかんない。一番搾り麦汁だけ使ってるはずなのに、ということは濃いはずなんです。それなのに対してどう考えても味が、コクがないんですよね。逆にさっぱりしてるんですよ。一体どうなってるんだ。ね。サイトに書いてあるんですが、2014年の10月の28日発売って書いてあるね。この取れたてホップね。あ、つい最近発売したばっかだ、これ。ホップを、まずですね、収穫して、冷凍工場へ輸送し、冷凍工場ではマイナス50からマイナス55度で7時間から10時間で急速冷凍すると。はあ。マイナス50度とかの冷蔵庫があるのか。すごいな。すごいな。マイナス50度だぜ。家庭の冷蔵庫マイナス10度ぐらいだろ。一般家庭の冷蔵庫って。多分そんぐらいだよね。マイナス10度か20度ぐらいだろ。すげえな。ホップのみずみずしさを閉じ込めるため、収穫後8時間以内に凍結します。ほうほう。凍結したホップを今度は粉砕工場へ輸送し、ホップの香りを最大限引き出すために粉砕します。粉砕されたホップは各工場に輸送され、ホップの香りを損なわないよう、丁寧に手作業で麦汁に投入します。なるほど。なるほど。これは発売地域が全国で、容量が350の缶と500の缶と中瓶と大瓶と樽詰め生があるらしいですね。こういうね、過程を見せられるとね、あ、うまいんだろうなーって思ってくるんで、ね。絶対これを見た後に飲むのと、見ないで飲むのと絶対違うんですよ。だから、まず、こういうサイトは見ないで、見ないでおいて、で、
飲んでから見て、で、こうね、みたいな感じなんですよ、俺の中で。ああ、なるほどねって。実際飲んでみると大したことはないんですよ。うん。なんか、事細かになんか、うまいですよ、みたいなのは書いてあるんだけど、実際のところ、別に大してうまくない。実際に。いやー、でもさ、ホップってさ、これは食えないのかな、そもそも。あくまでも食うものじゃないんでしょうかね、これね。なんか煮て、醤油とかかければ食えそうなもんだけどな。これを食おうとは考えないんですかね。このホップはね。この緑色のね。ホップの収穫作業とかがなんかね、載ってますけどもね。キリンのホームページの方にね。よくこれをさ、ビールの第一人者は、このホップをさ、麦汁っていうか煮てさ、ね、ビールにしようと思ったかだよね。それはすごいね。全くどうでもいいけど、どうでもいい話なんですけど、取れたてホップ麦芽 100% ビールなんですが、やはり、香りはい、一口二口三口目ぐらいまではかなりいいんです。非常に。だがしかし、それ以降はなんか慣れてきたのか、何にも感じなくなったんですよね。何にも感じなくなったんですよ。だから、なんだろう。これなんでなんですかね。それを考えるとね、ちょっとね、いや、本当にぶっちゃけた話言うとね、スーパードライでもこの、香りは出るんですよ。ただ、3口ぐらいでね、なくなるんだよね。スーパードライもね。これなんか慣れなんかな。で、それ最終的にコクが全然ないなーっていう話になるんです。で、甘みはあるんですよね。で、香りはね、まあ、スーパードライとかはあるんじゃないかと予想はしますが、まあ、まあ、まあ一番絞りで、まあこんなもんですねっていう話なんですよね。結局ね。最終的に。別に取れたてホップだろうが何だろうが、ぶっちゃけた話、一番絞りだなと。2443と。ご視聴ありがとうございました。